ジャパンアートに入ったのね、2019年の5月ですかね、に入りまして、その後、カンボジアで、まあ、半年ちょっとですかね、8ヶ月ぐらいですかね、勤務した後に、次はラオスに行って、ラオスでは事業代表を、務めさせていただいておりました。で、昨年の9月までは、ラオスにおりまして、でその後、10月から日本の、海外事業本部というところで、勤務をしております。で、まあ、前職も、教育系の NGO でした。なので、まあ、アフリカの方で、駐在をしたりっていうところがメインで、まあ、久々に今東京で働いているっていうような、感じになります。で、まあ、ジャパンアートっていうところなんですけど、それでは別にジャパンアートっていう単語で調べて、応募したっていうような形では、なかったですが、アフリカでこう教育的な活動とかをしていく中で、勉強とか、する前に、まあ、命の危険がとか、まあ、病気を治したいとかっていうような、まあ、お子さんたちとかにこう出会うことも多かったので、まあ、医療分野っていうところにこう興味があって、で、まあ、医療活動をやっている団体っていうところを調べさせてもらってっていうところです。で、まあ、その当時は海外で働きたいなってまだ思ってましたし、まあ、アフリカにずっといたので、まあ、今度はちょっと東南アジア、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、やっぱ途上国で何かをするってなった時に思い浮かぶのってアフリカか、まあ、東南アジアかみたいなところ結構やっぱ日本の目線からすると多いと思うんですけど、まあ、それもあって東南アジアで医療活動してる団体っていうところで、まあ、その上で、なんですかね、ホームページとか見させてもらって、まあ、その理念だったりとかに共感したっていうのももちろんありますし、まあ、そういった形でジャパンハートを、まあ、選ばせていただいたっていうところですね。先ほどもこう言ったように、まあ、ご縁があって入れたってところがすごく大きいので、なんていうんですかね、しっかりとこう就職活動をしてみたいなところで言うと、確かに門が結構狭い部分もあるのかなっていうふうに思います。で、最初の自己紹介でもこう申し上げた通り、結構やっぱ何でも嫌な部分が多いので、なんかこう幅広く経験をしていたりだとかっていう人の方が、なんかマッチしてるなっていうふうには、まあ、自分自身がこう中にいたりとか採用活動している中では、まあ、思うところですね。ただまあだからといってなんかめちゃくちゃ難しいのかって言われると、まあ、今って、まあ、言ってしまえば NPO なんてこう結構無数に今存在し始めてると思うので、まあ、自分の興味ある分野っていうだけでくくるんであればすごいいくつも選択肢は出てくると思うんですよね。もちろん理念とか共感できないと働きにくいと思うんですよ。だそういう意味で言うと、まあ、入るのはなかなか確かに大変なのかもしれないですけど、機会はなんか多いのかなっていうふうにはまあ思いますよね。そうですね。まあ、ジャパンハートっていうところでは、まあ、別になんか、今すぐ次のキャリアとかは特に考えてないですし、まあ、全然しばらく、一緒にやらせていただけるんだなっていうところで思ってると、NPO か企業かみたいなのよく聞かれるんですけど、なんかさっきの、モチベーションの話と逆で、なんかお金を稼いだりとか数字を求めるっていうことに対してのモチベーションが多分かなり低くて、なんかそれを仕事できるのかなっていう自分自身があるんですよ。だからなんか何件何か売ったとか、そういったところに何も多分喜びを持てないタイプなんだろうなっていうのは、それやってないんですけど、だから食わず嫌い状態なのかもしれないですけど、まあちょっと思うとか、企業にはなかなかいけないよなとか思いつつ、まあもちろんなんか、人生経験としてやってみた方がいいのかなと思うんですけど、ただまあないだろうなとはちょっと思ってます。まあ、なんかすごいいろいろとこれ今 NPO ってあると思いますし、挑戦してきてくださる方々とか面接とかたくさんさせてもらってますけれども、まあなんていうんですかね、自分自身がこうやりたいって思っているところをこう実現するためにこう利用する場でいいと思うんですよ、 NPO とかっていうのは。で、まあ、なんかよく前職の時から NPO の理想ってなんかその団体がなくなることだみたいな、要はそこに対するニーズがもう満たされている状態がやっぱり社会的には良くなっている状態だっていう話をされると思う、よく聞いてたんですけど、まあ、それはその通りだなって思うので、だからこそその場っていうのはなんかただそのなんか ためそれを実現するための場所であっていいと思っていて、でそこでどんな活動をしていくかっていうのはもちろん団体の中の理念とかをこうに沿いながらやっていくことになると思うんですけど、結局はやっぱ自分自身がやりたいこととか自分自身が思っていることを実現するための場だと思うので、だからまあ最初にちょっと難しい部分あるかもしれないって言いましたけど、 NPO っていうものに対してなんかそんなにこう遠い世界だったりだとか気構えをしたりだとか、なんかそんな高い理想を持ってない入っちゃダメな場所とかっていうことは別に思ってもらっていいかなっていうふうに思います。なのでなんか ご自身の中で今働いていてなんかちょっとこう
ているものだったりだとか、なんかもうちょっとこう社会のために何かをしたいみたいな思いがある人は、まあ一回その、まあ我々も例えば相談会とか説明会とかやってますし、そういうのを聞いていただいて、でなんかその上で、こう自分自身にこう合ってるなって思ったら、まあ結構ポンと飛び込んでみてもらってもいいのかなっていうふうに思います。もちろんなんかその待遇とかで大企業とかには負ける部分とかたくさんあると思いますけど、でもなんかそれ以上にこう、あ、なんか仕事が動かして社会を良くしているなみたいな感覚は結構日々得られる部分もあると思うので、まあなんかぜひ一度気軽な気持ちで話だけでも聞いてに来てもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。